皆様こんにちは。本日この両親学級にご参加いただきまして本当にありがとうございます。まずなんでこうやって新生児だけのお風呂が必要なのか、実は母体からの免疫をもらっては来ているんですけど、新生児まだ体力も弱くて抵抗力もありません。なので同じお風呂に入るのはちょっと負担が大きすぎるんですね。なので生まれてから1ヶ月から1ヶ月半ぐらいの間は専用のお風呂に入れてあげてください。そしてゴシゴシと洗うというよりも体をきれいに清めてあげるというよりも生活のリズムを作るっていうのも大事なポイントになるんですね。ゴシ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 洗う必要はないんですけれども、決まった時間に繰り返し入れてあげるということが大切になってきます。じゃあそのお風呂の場所なんですけれども、必ずしも浴室である必要はありません。浴室の床にベビーバスを置いてやりにくい姿勢でお風呂に入れるというのはパパやママの負担にもなりますし、負担になるということはつまり新生児の安全も確保しづらくなるんですね。なので、例えばキッチンのシンクでも構いません。洗面のボールでも構いません。あるいはダイニングのテーブルの上に置いていただいても大丈夫です。沐浴をさせるパパやママのやりやすい場所、そして室温が保たれて暖かな安全な場所を選んで入れてあげてください。さあ沐浴に必要な品物なんですけれども、まずベビーバス、今回はこういった空気で膨らませるタイプのものを準備しました。でもベビーバスの種類って本当にたくさんあるんですね。で入れる場所によっては必要なものも変わってきます。なのでインターネットや専門店でもたくさんのものがありますので、ぜひゆっくり選んでいただいて、ちょうどいいもの、使い勝手のいいものをご準備ください。またレンタルなどもございますので、いろいろ調べてみてもいいですね。さあとにかく赤ちゃんを一人で入れられる専用の場所を準備してください。それからガーゼですね。ガーゼも2種類あるんですが、この大きなガーゼは沐浴布と言います。新生児裸ん坊になると不安になりますよね。だからお洋服全部脱がないとお風呂に入れませんから、その時にこれでくるっとくるんであげて安心させてあげるために必要になってきます。それからお顔を拭くために必要なガーゼ、分厚いタオルではなくてこういった薄いガーゼで準備してください。それからお顔を拭くためのお湯はこのベビーバスの中のお湯ではなくて、こういった洗面器に別に準備してあげてください。なので洗面器サイズや形は自由です。お湯を張って、その底にガーゼを浸してお顔を拭けるものがあればそれで十分です。それからこれベビーソープなんですね。固形の石鹸のものもあれば、こういった泡で出てくるもの、いろんな商品があります。これも皆さんの使い勝手のいいものを選んでください。それから温度計、沐浴のお湯の温度を測るためのものです。でお湯の温度はだいたい39度を目安として季節に合わせて調節してください。ただ温度計で測っていただくことも大事なことではあるんですけれども、一番確実なのはママやパパの腕、この肘の内側のところですね。ここをジャブンとつけて、暑くないかな、これが一番確かなやり方なので、それを必ずやってあげてください。それから保湿剤、ベビーローションとかベビークリーム、保湿って特にこれからの季節はとっても大事なんですね。だからどんなものでも構いません。高価なものを選ぶ必要はありませんので、こういったものを選んでしっかりお顔だけじゃなくて体全体を膜を覆うようにしっかりと塗ってあげることがとっても大事になります。それから綿棒ですね。細いベビー用のものがありますので、それを準備してあげてください。
これが沐浴に必要な道具です。それでは赤ちゃんのお洋服を脱がせたりする前にお風呂から出た後の準備をしてしまいましょう。お着替えの時と同じようにこうしてお袖を通してお洋服と肌着重ねておいてください。さあそこに綺麗なおむつをもう広げた状態で置いておきます。でその上からバスタオルを広げて置くと、お風呂から出て体を拭いたらすぐにお洋服を着せることができますよね。こんな風に準備をしてあげてください。それから、赤ちゃんを裸にすっぽにする前に、こんな腕時計とかあるいは指輪、そういったものは全部外してください。ネックレスとか好きなママもいらっしゃると思いますけれども、沐浴の時は全部外してしまってくださいね。それから髪の毛の長いママは、できれば後ろでこうまとめておくといいですね。事故が起こることのないように。また補食品というのは赤ちゃんの肌を傷つけてしまうことがありますので、ぜひそういったところも準備をしてあげてください。それでは赤ちゃんをお風呂に入れてあげましょう。さあお風呂入ろうね、気持ちいいよ。必ず声をかけてあげてください。特にねお風呂は鼻がんぼになって入りますから、しっかりと声をかけて、で赤ちゃんが安心するとママやパパも安心するんです。実は赤ちゃんの気持ちとパパやママの気持ちというのは同調するようにプログラミングされているんですね。だから声をかけてお互いに安心してリラックスしてお風呂に入りましょう。さあじゃあお洋服脱ぐからね。声をかけながら手早くお洋服を脱がせていきます。さあおむつなんですけれども、もしここで外して汚れているようだったらこの場で拭いてあげてください。一度きれいにしておいてあげましょう。また、へそのがまだ残っていてガーゼがついている場合はここで一旦外します。さあお洋服が脱げたら、さっきの沐浴布ですね、これをかけてくるんであげます。さあお風呂に入ろうね。首をしっかり支えて、足と足の間からお尻を支えて、こんなスタイルです。足からゆっくり入れてあげてください。移動する時もなるべくパパやママの体にくっつけてあげてくださいね。さあお風呂入るよ、気持ちいいよ。さあまずはお風呂の中で温めてあげます。しっかりと手で触れてあげながら5秒ぐらいですね。さああったかいね、気持ちいいね。さあ温まったかな。まずはお顔から、きれいなお湯の張ってある洗面器にガーゼを浸してお顔を拭いていきます。絞ったらまずは目、目頭から目尻で一度拭いたら、きれいにゆすいで違うところを出してください。反対側も目頭から目尻、同じですね。鼻のところ、おでこは T 字で洗う、拭きます。で、お顔は数字の3を描くように。さあ、お顔が拭けたらもうこのガーゼは湯船の中で使っていただいて構いません。すすいだりするときに使ってあげてくださいね。次は頭ですね。お湯をかけて濡らしたら、ベビー石鹸をつけて洗います。大事なのは洗うことよりもしっかりとすすいであげること。こんな風にガーゼを使ってすすいであげてもいいですね。必ず触ってぬるぬるしないかな確認をしてあげてください。で、赤ちゃんの肌は弱くて薄くて弱いので、ゴシゴシあるいはゴシゴシとこする必要はありません。さあ次は腕に行きましょう。布はできるだけ長い間乗せておいてあげてください。で、腕もゴシ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 こすることはありません。こんな風に輪っかを作って、付け根からくる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 、これで十分です。で、
手のひらをギュッて握っていることがあるんですね。この時は赤ちゃんの小指の方からパパやママの親指をククッて入れて、小指がピッて上がるとそのままパーって赤ちゃん手を開きますから、その間にゴシゴシゴシッと洗ってあげてください。反対側の腕も同じです。クリ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 、洗えたらガーゼを下ろして大きな手で開いて、お首からクリ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 、こんな風に洗っていきます。足も同じです。輪っかを作って付け根からクリ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 、反対側もクリ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 、お尻のところも洗ってあげてください。さあ、そうしたら今度は赤ちゃんの背中側を洗います。と、手を L 字にして脇の下に入れたら、赤ちゃんの肩をしっかりと持ってください。で、ママやパパの手首のところに赤ちゃんの顎を乗せて、1、2、3、こんな風にするとこの手を離しても首が安定するんですね。で、反対側の手もこちら側にかけてあげると、これで赤ちゃん頭がぐらつくことがありません。この状態で背中、先ほどの手と同じですね、クリ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 、そしてお尻もしっかり洗ってしっかりとすすいであげてください。ぬるぬるするとこがないなと思ったら、今度は首をしっかり支える、1、2、3、元に戻してあげます。で、赤ちゃん大きな動きにここでなりますので、必ずひっくり返すときは 1、2、3 ではなくて、さあお背中洗うからね、よいしょ、さあ大丈夫だよ、今度お背中きれいにしようね、さあお背中がきれいになった、さあもう一回温まろうね、大丈夫よ。こんな風に必ず声をかけながら大きな動きをしてあげてください。さあ最後にもう一度ね、気持ちよかったね、さっぱりしたね、声をかけながら温まったらおしまいです。ガーゼは外して、もう一度お尻をしっかり支えてバスタオルの方に連れて、さあお風呂から出たら手早くバスタオルでくるんであげてください。赤ちゃんの皮膚は大人の半分以下しかありませんので、ゴシゴシこずらずにこうやってキュッキュッ押さえるように拭いていきます。ちょうどパパやママお顔を洗った時に、パパは違うかな、ママは多分そうだと思うんですけど、タオルでお顔をゴシゴシってこすらずにポン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 って顔の水分取りますよね。それと同じです。こうやって押さえて拭いてあげて、さあ気持ちよかったね、バスタオルを外してふわふわ着せてあげたら、ゆくゆくはおしまいです。さあ、お洋服を着せる前に先ほどの保湿剤、ベビーローションでもベビーミルクでも何でも構いません。それを塗って保湿をしてあげます。赤ちゃんの肌薄くてまだバリア機能が完全でないので、たっぷり手に取って全身にしっかりと飛ばしてあげてください。と、例えばティッシュを落としたらペタって張り付くぐらい、それぐらいたっぷり背中もお尻も含めて塗ってあげて、それからお洋服を着せてあげてください。さあ、沐浴、本当にパパやママが赤ちゃんを安心してお風呂に入れてあげられる場所を選んでくださいね。道具もその場所に合わせて選んでください。そして赤ちゃんは裸んぼになりますから、一番赤ちゃんが不安になるタイミングが沐浴のところなんですね。なので沐浴をするときに触れられる部分、入れてくれる人の手の大きさですね、大きければ大きいだけ触れるところが増えるから、赤ちゃんそれだけ安心できるんです。なので手の大きなパパ、ぜひ赤ちゃんを安心させてあげられるように積極的に沐浴参加していただけるといいですね。さあ、今日はご参加いただいて本当にありがとうございました。まだまだたくさんのことが待ち構えていて、不安だったり心配だったりするかもしれません。でも
やり方は一つじゃないんです。パパとママ2人で相談して協力して、ぜひ力を合わせて子育てを進めていってください。赤ちゃんは触れられることでその愛着の核を形成していきます。たくさん触れて、抱きしめて、見つめて、語りかけてあげる、それが1人ではなくて2人、触れられる手が2本ではなくて4本あれば、それだけしっかり愛着の核は育っていくんですね。ですからパパもママも2人で手を取り合って協力して、赤ちゃんを受け止め育んであげてください。まずは皆様のご無事のご出産、心よりお祈りしてあります。ありがとうございました。